ユリア・イエンチは、ドイツの女優。実際の発音は、ユリア・イエンチの表記が近い。また、英語読みで、ジュリア・ジェンチと表記されることもある。ベルリン出身。弁護士の家庭に生まれ、高校を卒業後に、ベルリンのエルンストブッシュ演劇学校で演技を学ぶ。在学中の1999年、ゾアニッチクサで映画初出演し、ユルゲン・フォーゲルと共演する。 卒業後の2001年、ミュンヘン室内劇団に加入。アンティゴネー、ニーベルンゲンの歌、10回、オセロなどの古典劇の舞台に主演。年は各身長165センチメートルと、比較的小柄ながら、パワフルなその演技は高く評価された。2004年頃からは、テレビドラマや映画出演にも力を入れ始めた。ダニエル・ブルール主演のベルリン、僕らの革命で、 バイエルン映画賞新人賞を受賞し、日本でも知られるようになる。2005年の白バラの祈りゾフィー・ショル、最後の日々では、ヨーロッパ映画賞、ドイツ映画賞、ベルリン国際映画祭をはじめとする多数の主演女優賞を受賞。作品もアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。特技は、ピアノ、柔道、ハンドボール、想定。ありがとうございます。